朝倉未来が社長を務める格闘技エンターテインメント、喧嘩道プレゼンツブレイキングダウン Q、26日、アベマ p p v オンラインライブで全試合生中継。が26日、東京、アリーナ立川立日で行われている。喧嘩3000戦無敗の伝説がついに表舞台に降臨した。動画、誠意喪失はない、と視聴者がっかり喧嘩3000戦無敗の本当の実力。 実際の試合映像、所沢のタイソン、久保博美氏がごぼうの塔の奥野隆史代表にまさかの敗戦だ。奥野のラッシュに背を向けるという残念な結果に終わった。両者の因縁は前回大会からある、ブレイキングダウン8の会場に突然現れ、他の選手の試合中にもかかわらず大声で口論。客席で乱闘にまで発展していた。 今大会への参戦が発表されると賛否両論を読んだ。所沢のタイソンは、喧嘩三0戦無敗の異名、アウトローのカリスマ、売田淳士との因縁などからネットに大きな幻想を生んだ。前日会見を欠席、軽量にも姿を現さなかったことが、さらに視聴者の期待感を高めた。入場では、所沢の母、のような人物も同行。 本人は気合が入っていた。試合でついに実力が明らかになる。試合開始直後は攻め続けていた所沢のタイソンだったが、中盤で急に失速。何発かパンチを被弾すると奥野に背を向け、スタンディングダウン。再起不能となり試合は終わってしまった。会場には、ええー、とがっかりする声も上がっていた。